社会保障を立て直す国民会議、信州長野の井出陽生です。議題となりました両案について質問します。まず大きな見地から総理に伺います。改正案によって、親権者、児童相談所長、児童福祉施設の長など、しつけのための懲戒権を法律上認められてきた者に対して、体罰を禁止することが条文に追加されました。しかし、体罰の禁止は、体罰を禁止する者を限定してしまって、本当に良いのでしょうか。親であろうと、学校の先生、保育所の先生、近所の大人であろうと、もっと言えば、上級生の下級生に対する子ども同士の体罰も決して許されることではありません。そこで体罰の禁止については、国連子ども権利委員会の考え方を参考に、何人も児童のしつけに際して体罰及びその他の屈辱的で品位を傷つける行為をしてはならないと、体罰をする者を限定しない条文を今後検討することを提案します。体罰についての総理の考えとともに、私の提案に対する答弁をお願いいたします。また、児童虐待を根絶するためには、あらゆる人にとって禁止されるべき体罰が何なのか、はっきり分からなければなりません。すでに文部科学省が学校現場における体罰事例を詳細に示しているように、想定されるあらゆる限りの体罰の具体例をガイドラインとして示すことを提案しますが、総理にはこれは決意を求めたいと思います。保育所について伺います。幼稚園もそうですが、保育所の職員は懲戒が法律上認められておりません。これは衆議院法制局と議論したところ、幼児が懲戒を理解できず、懲戒をする効果がないからとのことでした。しかし幼児は懲戒や体罰は理解できずとも、大人に従うことの重要性は理解しています。昨年12月、私は保育所内虐待に関する勉強会、院内集会のお手伝いをし、大阪府子ども家庭サポーターで社会福祉士、保育士でもある辻由紀子さんらをお招きしました。与野党を超えて有志の議員の方々にご参加いただいたことを改めて感謝を申し上げます。保育所での虐待や不適切保育は、幼児が行為自体を理解できないため発覚しにくいことに加え、仮にそうした兆候があっても、慢性的な保育所不足などから、保護者が保育所に強くものを言えない、保育所から嫌だったら別の保育所へ移ってくれと言われてしまうことがあり、子どもばかりでなく親も保育所に対して弱い立場にあることが指摘されました。そこで、保育所内の虐待、不適切保育の実態調査を行うべきだと提案しますが、そうした実態把握をこれまでしたことがあるか、また今後取り組まれるおつもりがあるか、厚生労働大臣に伺います。また、保育施設に対する改善指導も公表が全く不十分です。今年1月8日の読売新聞によれば、読売新聞が保育施設への検査権限を持っている121の自治体すべてを調べたところ、改善指導を行った保育施設の名前と指導内容を公表している自治体は1割にも満たないとのことでした。記事では、こうした情報の公開は保護者の役に立つ一方、施設側の反発も予想されるため、全国で統一した公表基準を国に作っていただきたいという自治体職員の声が紹介されました。内閣府などが2016年に定めた保育施設などの事故防止ガイドラインでは、自治体による検査結果の公表については、公表している自治体の例を参考に、実情に応じて検討するとの記述にとどまっているとのことです。そこで、改善指導の公表基準を厚生労働省が作成し、改善指導の公表を促進することで、自治体による検査の実効性を高めるべきと考えますが、厚生労働大臣の考えを伺います。児童虐待は、親が子育てについて学びを深めなければ減らすことはできません。警察庁の統計によりますと、大変残念ですが、自殺をした小学生の動機の多くが、親からの叱責、しつけとされています。また、子どもが死亡した児童虐待事案の加害者の動機は、厚生労働省の調査を見ますと、しつけのつもりだったとか、泣き止まないことに苛立ったといった回答が多く見られます。親や将来親となる若者が、子育てについて学ぶ機会を地域や学校教育の場を通じて増やすべきだと考えます。大切なことですので、総理に考えを伺います。虐待に直面した親と児童相談所に対して、平成26年3月、厚生労働省は、児童相談所における保護者支援のためのプログラム活用ハンドブックを発表しました。その中では、民間の親への支援プログラムをいくつか紹介しています。しかし、親が仕事と両立をしながら、そうしたプログラムを受講できるのかなど、その活用に多くの課題があるように見受けられます。当時紹介した民間支援プログラムについて、厚生労働省は、
親が受講しやすくなるようなフォローをしてきたのか、また今後虐待や子どもとの向き合い方に悩む親に対して多くの人が利用できる支援策を提供していくつもりがあるかどうか伺います。次に児童の年齢について総理に伺います。一例を挙げますと、性犯罪に係る刑法では平成29年18歳未満に被害者を限定し、加害者に親などを想定した看護者性交等罪が新設されました。しかしこの法律では18歳19歳の子どもが親に性的な行為をされた場合、親子関係は考えずに同意の有無や暴行脅迫要件などの立証が求められます。選挙権年齢が18歳になり、3年後には成人年齢も18歳となります。しかし法律が変わったからといって18歳19歳が急に成熟するわけではありません。そこで児童の年齢等の定義については個別の法律の趣旨に沿って若年層をできるだけ広く保護する方向で政策立案をすべきと考えますが、総理の一般的対極的な考えを伺います。児童虐待の中でも性的虐待は深刻な問題です。今年3月名古屋地裁岡崎支部で19歳の実施に対する準強制性交等罪に問われた父親に無罪判決が出ました。個別の裁判ですのでその分析は極めて慎重を期さなければなりませんが、父親が長年にわたって実施に性的虐待をしていたことが裁判で認められたことなどもあって大きな議論となっています。おととい自由民主党議員が多く参加されております超党派の若手勉強会でも議題となりました。刑法の性交同意年齢が現行の13歳未満のままでよいのか、近親相姦を処罰対象としないままでいいのか、さらには性的な行為は自分自身の意思によって決めることができるという性的自由を守ること、すなわち同意のない性行為は処罰の大前提であるということをもっと世の中に広く明らかにしていくべきだと考えますが、法務大臣の見解を求めます。最後に野党案について伺います。野党案では児童虐待防止法に医師の関与等を規定しています。政府案との違いと医師による児童虐待防止への具体的な貢献、本規定を盛り込んだきっかけ等を含め答弁を求めます。子どもや子育てをしている人を社会が支え守っていくことを皆様と共に実現をしたいとお願いを申し上げ、私の質問を終わります。ありがとうございました。内閣総理大臣安倍晋三君。井出庸生議員にお答えをいたします。体罰についてお尋ねがありました。体罰はたとえしつけを目的とするものであっても許されないものであります。そもそも親権者以外のものについては民法上の懲戒権を持たないため、従来より体罰を加えることは許されていません。さらに本法案によりたとえ懲戒権を有する場合であっても体罰の禁止が法定化されることとなります。いずれにしても体罰はどのような理由であっても許されないということを法律の上でも国民の意識の上でも徹底し、虐待の根絶につなげてまいります。体罰の具体例についてお尋ねがありました。体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方等についてはすでに示されているものも参考に、今後国民に分かりやすく説明をするためのガイドライン等を作成してまいります。こうした取り組みにより、すべての子どもの健やかな成長、発達や自立等が保障されるような社会づくりを進めてまいります。子育てに関して学ぶ機会の拡充についてお尋ねがありました。児童虐待の発生予防の観点から、子育てに悩む親に対する相談支援や、子育てについて学ぶ機会の確保は、意義のあるものと考えています。このため、市町村の子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行うとともに、妊婦健診や両親学級の際の保健指導を通じて、育児に関する不安や悩みの解消のための支援を行うほか、子育てについての悩みや不安を抱える家庭を支援するための学習機会の提供や、保護者への相談対応などの教育や相談体制の整備を進めています。
また学校教育においても家庭科等で乳幼児との触れ合いや交流、親の役割と保育等の学習を実施しているとともに、高等学校学習指導要領において乳幼児と適切に関わるための基礎的な技能、子育て支援についての理解を新たに明記するなど、子育てに関する内容の充実を図ったところです。これらの取り組みを通じて安心安全に出産ができ、未来の宝である子どもの命が守られ、育まれるよう総力を挙げて取り組んでまいります。法令上の成人年齢等についてお尋ねがありました。各法令の適用対象となる年齢については、それぞれ個別の法令の趣旨に沿って定められるべきものです。ご指摘の看護者性交等罪については、年少者の保護を目的とする他の法令とのバランス等も踏まえ、被害者を18歳未満のものとしたところですが、例えば同じく18歳未満を児童として定義する児童福祉法においては、児童養護施設への入所は必要に応じて20歳まで延長が可能となっているなど、それぞれの法律の趣旨に応じて必要な保護は図られるよう、年少者の実態を踏まえた制度が定められているものと承知しています。今後とも各制度の立案に際しては、若年層に必要な保護や支援が行き届くよう、十分な配慮を行ってまいります。残余を質問しましては、関係大臣から答弁します。厚生労働大臣、根本匠君。井出庸生議員へお答えいたします。井出庸生議員へのご質問にお答えする前に、去る4月23日の本会議における障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明質疑において、中島克人議員のご質問の一つに対して私が答弁していなかったことについて深くお詫びを申し上げます。ご質問は障害のあるがん患者への支援に関するお尋ねでありました。私の答弁は次のとおりです。障害のあるがん患者の方々も安心して治療を受け、地域で生活していくための支援体制を整備することが重要です。厚生労働省では、平成30年3月に閣議決定された第3期がん対策推進基本計画に基づき、がん診療連携拠点病院等に設置されているがん相談支援センターでのきめ細やかな相談の実施、精神障害者が抱える課題の抽出や、必要な医療体制に関する研究の推進、国立がん研究センター等を通じた視覚障害者のための音声資料や展示資料などによる情報の発信など、さまざまな支援を実施しています。今後ともこれらの取り組みの充実に努めてまいります。続きまして、井出庸生議員へのご質問にお答え申し上げます。保育所における虐待等の実態調査についてお尋ねがありました。保育所は就労等により日中保育できない保護者に代わって子どもを保育し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う場です。こうした場である保育所で虐待等が行われているとすれば極めて遺憾であり、今後自治体における実態把握の現状を確認した上で、全国的な実態把握に向けて具体的な方法を検討してまいります。保育施設に対する改善指導の公表や実効性の向上についてお尋ねがありました。都道府県等による指導監査の結果の公表は自治体の任意で行われていますが、昨年11月に総務省から厚生労働省に対し、すでに公表に取り組む自治体における公表の効果や留意点を周知すること等について勧告がなされました。このため、まずは各都道府県等における結果の公表状況を含む指導監査の実態を把握した上で、総務省の勧告に沿って対応してまいります。保護者支援プログラムの活用についてのお尋ねがありました。厚生労働省では児童相談所においてプログラムが効果的に実施されるよう、平成29年度にマニュアルを作成するとともに、プログラムの実施を民間団体等に委託する場合の費用の補助を行っています。今後は3月の関係閣僚会議決定に基づき、
プログラムの実施を担う専門人材の養成や支援の拡充などに取り組んでまいります。法務大臣、山下崇君。井出庸生議員にお答え申し上げます。性犯罪の罰則のあり方などについてお尋ねがありました。ご指摘の点についてさまざまなご意見があることは承知しておりますが、平成29年6月に成立した刑法の一部を改正する法律の附則第9条において、同法の施行後を3年を目途として広く性犯罪の実態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加え、必要があると認めるときにはその結果に基づいて所要の措置を講ずることとされているところであり、これに従って適切に対処してまいりたいと考えています。提出者、中島克人君。井出庸生議員から児童虐待防止における医師の関与等の趣旨などについてお尋ねがありました。最近の児童虐待死亡事件の経緯を見ますと、虐待の兆候に関する医師の第三者的な所見が必ずしも十分に生かされていないことが重大事件をもたらす要因の一つであり、より積極的に医師等が児童虐待の現場に関与するすべきと考えます。そこで本法案では児童相談所において児童虐待が行われているかどうかを判断するために必要があると認めるときは、児童の心身の状況について医師の意見を聞くこととしております。なお医師の意見については、児童虐待の発見のために必要な知識および技術を十分に有する医師の意見であることが望ましい旨を規定しております。さらには医師等が特に児童虐待を早期に発見しやすい立場にあることを踏まえ、現行法上の医師等に対する研修を強化し、医師等に対し児童虐待の発見のため必要な知識および技術等に関する研修の実施、児童虐待の発見のため知識と技術を有する医師等の確保、養成および資質の向上の措置を講じております。以上のような措置を講ずることにより、虐待に関する専門的な知見を有する医師等が児童虐待の防止や早期発見に大きな役割を果たすことが期待されるところであります。これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。